<laughs> いや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 ,いやあなたじゃない多分<ー>よろしく頼むぞ。三二一。さ、来ました、この諏訪です。おおん。なんだはあ、照明。ああ、いい家だね、けどこれ。 うん。ああアオープニングかなあ、違う。燃えてる <laughs> もしかして <laughs>。なんかやっちゃった感じ <laughs> ああ,あお店でなんか手伝いして、お金稼ごうとしてんのかなこの村を出るためにみたいなあったじゃん。<laughs> もう後はないって <laughs>。もうここに来るまでに何があった <laughs> どうしためぐみ。 負ける大ポカの連続なんだろうな。もう4件も5件も回ってさ、きっとああいうことばっかしてんだろうね。え、あれは中で、いや、あんなお店の中でエクスプロージョンったら、あれで済まないよね。だからまた別のことをやっちゃったんだろうな。で、エクスプロージョンは、またどっかちょっと遠く離れたところで、毎日打ちまくってんじゃないかな。前回から手に入れたわけでさ。 いや、だからいよいよこの街出てくって流れになるのかね。この学校の方もさ、ユンユンと前回卒業しちゃったし。いや、どういうお話になってくんだろう。いや、そして残されるユンユンね。またそこら辺も、ちょっと切ない感じで描かれるんじゃないかな。けどまだお話さ、半ばだよね。 だから、カズマたちと会うまでの道中みたいな感じが、まだ描かれていくのかもね。ええー、ユイユンにしても米っ子にしても、みんな出てこなくなっちゃうのかなそれともなんだかんだこのまんまあれかなこの村にいるかねこのお話は。どうだろうさ。 きました。第6話。爆裂ニートの就職活動。<laughs> うわめっちゃバツついてる。5 <laughs> 件どころじゃない。30枚、はあ、リス。お、ぶっころり。うん。いやいや、諦めてらんないでしょう。<laughs> あなたか。<laughs> おうん。うん。もう好きに行ってろ。は <laughs> いっちゃったよ。 まあけど、同類みたいな感じなんだね、今、めぐみんは。<laughs> 言われたくねえ <laughs>。言われたくねえ、一言。うん。うん。うん。なんとかあれだね、言い聞かしてるんだね、自分に。なんでもいいけどさ。<laughs> ああ、こここ いいな、こんな子が迎えてくれたら。うん。あー。いやー、ご飯。どうすんのよ。あははエクスプロージョンだ。う <laughs> っとるうっとる。えあー。そうか。ウィグウィンだってことは分かってないからね。こんなことになっちゃってんだね。いやー、これ、正体ばれたら大変だよな。いや、毎夜毎夜これなんだろうね。 おう。何食べたんだろうお言うんようん。どうしたんだろうね。うん。<laughs> あれか <laughs>。どの口が、<laughs> やっぱりね <laughs>。いや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 、そんなさらっと、自分が関わってるくせに <laughs>、あそうなの <laughs> ストレスの吐け口的な感じで言ってんのかね。 うん友達。<laughs> 朝から騒がしいな。平和だね。脳が震えるペテルギウスかなうん。いや、毎回あそこまで行って打つのも大変だよね。<laughs> うん、頑張ろう。うん まやることはやってたっぽいけどね。確かにあの、罰の数。うん。なんか米っ子ちゃん言ってんな。うん。う仕事の口紹介してくれんのいい子だなユンユは。あ <laughs> <laughs>、ちょっと待って <laughs>。お客さんできて <laughs>、すごい引きつった笑顔じゃなかった <laughs>。なんか言われたんだろうな。 ああ、で、首になっちゃったのからねすんごいのに追われてるけど。わぁ、楽しそうだと思ったら全然楽しそうじゃねえ。ここのじゃがいも嫌だ、こんなの。<laughs> いや、これは続かないわ。全然普通の仕事じゃないし、なんか。敗者みたいになってんね。大丈夫かよ。<laughs> もうやってらんないだろうね、こんなの。 うんそう思えば思うほどやってられないね。うん。うん。もう出てっちゃえばね、<laughs> 金なんか。<laughs> うん。けど、高額になればなるほど怪しいのになりそうじゃないうん。え <laughs> 絶対嫌な予感しかしない、こんなの。<laughs> ユンユン騙されんじゃ、ああー、打つから続いてこいってことだ。で、ぶっ倒れたの運べって言うんじゃないの、これ。うーん、すごいね。あはは、倒れた倒れた。<laughs> うん。うん。いや、これけど、山向こうでこんなんあったらさ、毎回振動とかさ、音もあって、いい迷惑だよね。 近所の住民からしたら。<laughs> 何の恥じらいもなく。あぶっころい。いや、むしろあなたがなんでここにいるのうん。飽 <laughs> きちゃったの。おうん。やば。うん犯人だから。 犯人だからよ。うん。ええ <laughs> 見たいやーもう嘘がサラサラ出てくんね。うん。あ、そういうことにすんだ。<laughs> いや信じるんか。いいやつだな。うん。ムチムチした角は <laughs> はははは。<laughs> ねわ<え笑>かってきた。ああ、偉いな。いや、これ結構大変じゃない山一つ、んぶしてって。うん。ね一緒にああ。あ,ーあーで、やりたいんだね、ユンユンは。ほんといい子だよ。もったいないくらいだよね、みんなに。<laughs> ちょ、むすけ。あ誰だ白髪の女の子。スカート履いてあんな子いたっけああ違うわ。フードか。いやー、なんか突然の来訪者。うん。え、これは あれじゃないおっとどうなるうん。うん、かわいいけど。え <laughs>、どうなるうん。ええうん俺劇場版全然覚えてないんだよね。それに結構関係あるやつうん。うん。 これはめぐみんに言ってないよねきっと。チョムスケだよね <laughs> いや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 あなたじゃないよ、多分 <laughs> え <laughs> 調子乗っちゃった。うわ、これめっちゃ恥ずかしいやつ。<laughs> <laughs> いや、ほらね。<laughs> うん、チョムスケだよ、ね。てかもう、そこ最高かっていうね。うん、違うよ。 ここここ、そこに入ってるの。ね直に入ってるよ。<laughs> なんだって <laughs>。うん。部下なんだね。う全く反応せず。うん。うん。アーネス。アーネス。うん。 うん。えああお金かいや、けど、この間お金手に入れば、お金だけもらっちゃううん。え、<laughs> しかも、ぴったり。ぴったりじゃん、30万って。いやー、喉から手が出るほど欲しいよね <laughs>。いやー、けど、 うーん、嫌がってる。うーん、来たくないんだな。うおう,おうあ,あ、明日か。あ,あけど理解があるね。うん。え、こ、さあ、後半です。ごめんね。もういろいろ忘れてるから、まあ、そこら辺 OK な人はこの僕のリアクション見てってくださいね。<laughs> おうん。 あやあ、ユンユンからしたらね、うん、ショックなんじゃない <laughs> いや、全然辛そうじゃなかった。ね、そこだよな、結局。<laughs> いい、いい演技、今の。<laughs> どっから声出したおう、来たね。いや、どうする、ユンユン。うん、ね、そこ。うん。 ああ、聞いたらね、戻れない話になっちゃうみたいな。ああ、バレるね。ほんと行きたくないんだろうな。えああ角が。あ、てかこれあれじゃん。さっきメグミンが行ってたまんまの格好じゃん。赤髪で。うん。 うん。うん。いや、けどさ、チョモスキは一緒にいるわけじゃんあの、めぐみんと。え何な,なんだなんだどうしたのえ、<laughs> なんでこんな苦しんでんの はぁはぁ <laughs> 何ああ、意識戻ったんだ。なんでぶっ倒れた <laughs> いや、あんなん怖すぎるわ。<laughs> うーん。おお。かっこ。 謎の波動。<laughs> カズマみたいなあれかなうん。うん。<laughs> だいぶ苦労してんね <laughs>。うん。うん。かわいい、ちょっと。<laughs> かわいいな。 うんけどいかないんだね。んうん、うん、<laughs> 約束への反応がやべえ <laughs>。<laughs> ぶっころりまで来ちゃったよ <laughs> <laughs> う。うんあ、てか、あれまずくない素の。ねえ。うん。 <laughs> だろうね。<laughs> 激恋いだろうね。<laughs> もう100%ジュースだよ。<laughs> あほら、ほら。<laughs> 見た目。<laughs> なぜ乗るめぐみ <laughs> えやばくないえ、<laughs> そんなんしちゃっていいの <laughs> いや、街のみんな呼んだんじゃないのかな集えって。<laughs> え来 <laughs> るんだ <laughs>。 <laughs> いや、かわいそう。うわーもう、ここの村の人たちが集まるとかもうね、罰ゲームでしかないよね。あぁ、こうやって撤退すんのかなあぁ、行っちゃう。あぁ、逃げた。いや、感じれてよかったね。ねいや、逃がした、えぇ、ー、もう来た。<laughs> やべぇ。かわいそう。<laughs> <laughs> ダメ男シグナン <laughs>。ご愁傷様です。いや、チョモスケ的にはね、ラッキーだけど。うん。うん。ああ。ユンユンのところ。 うん。あ、そっか。一回あれだったっけああ、ね。3十万エリス。<laughs> うん。いやあ、お別れか。うん。いや、めぐみもけど強い子だよね。両親とか。ああ。 うん。うん。あー、そうだ、こっちに行くのか。もう全然覚えてなかった。一回、ユーユンの方行くんだっけうん。うん。帰らない。 はよりがいあるかな <laughs> ダックネスとかアクアとか <laughs>、うん。うん。まあ、中級取っちゃったしね。 いや、寂しいんだろうな一緒にいてほしいだろうな仲良しだった相手。うん支配どころか、お風呂で支配されちゃうけどね。<laughs> いろいろ <laughs>。うん。また気持ちよさそうなとこいるし、ちょむすけは。 変わってほしいわ。うん。おなんだろう。いやー、てか、かわいそう一人になっちゃうの、米っ子。寂しそう。なんか、ゆんユんンユンとか来てくれるんだろうな。いやー。うん。 わ <laughs> かってる <laughs> さらっと。えぶっころりまあ、確かにね。<laughs> いやいや、返事。<laughs> うん。うん。そうだね。<laughs> 最高。 じあ、寂しいよな。わあ、もう、好き。うん。<laughs> いやーこんなん言われたらな、頑張っちゃいたくなるね。うん。うわあ、 わあ。いやえあ、ああ、お別れかなみんな来てくれたんだ。ああつえつえ選別かええー、ゆユいうん。 うん。ああ。うん。はははは。うん。うん。薬。あれ。ねねそういうことだったんだね。ここではっきりしたわ。 ああ。やっぱ悪い人たちじゃなかった。よかった、よかった。うん。あ、あああああで、うん。やばい、やばい。マリクが解放されちゃうよ。ほら、ほら、ほら。<laughs> そういう設定じゃないの、どうせ。もう大体こういうのつけるときはそういうことじゃん。こう包帯巻いたりさ。うん。 うん。うん。いやー、笑いありの冒険譚ですよ。ほほほほ。うーん。完成した。あはー。めぐみー。うーん。はははは。 うん。けど、ここの、まあ、村の人はみんないろいろ作ってるけどね。ああ、これで。ああ、いよいよ行くんだね。本当に。村出ちゃうわ。お話。ああ。ユンユンが。ああ。 いやー、来ないのかー。ああ、行っちゃう。うーん。うん。<laughs> いいぞ <laughs> あ。あ行っちゃった <laughs> あー。あえー、終わっちゃった。えー、こっからじゃあ。 どうなるんだ <laughs> いや、マジでわかんない。マジでわかんない。<laughs> そうだよ。てかさ、俺忘れてたわ。ちょますきはそうか。一緒に来ないんだね。ゆんゆんと一緒にいて、後にか。あー。いや、いろいろ忘れてるから、もう一回、このス麦見るのもね、いいね。これ、ちょっと編集中とかに、見てかないとだな。早速、ちょっとこれ終わったら編集してる時に見ていくわ。 いやあ。ああ、もうこの二人のやり取りは終わりか。あと、米っ子ちゃんのね、あのなんか普通な感じのやり取りだったら最後にさ、早く戻ってきてねって、あれ <laughs> 不意打ちだよ。いやあ、で、武器もね、武器というか装備も意識も手に入って、ザ・メグミンって感じになって、こっからだないやあ、にしてもあの、 迎えに来た人かわいそう。<laughs> あんな、あんなクズな男たちに追っかけ回されて。いや、ここの村ってほんとよく村としてさ、政権を保ててるよね。<laughs> まあみんながみんなこういう人たちなら問題ないのか。だからよっぽどユーインはほんとね、息苦しい思いしてるだろうな。あの人とかとは話合いそうだけどさっき逃げてったさ。いや、面白かったっす。 はいといとうわけでね今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕の役ンに対するコメントお待ちしておりますまた動画の高評価チャンネル登録まだの方はね是非チャンネル登録もよろしくお願いします以上動画2つが送りしましたバイバイ